皆さんこんにちは、まみです。ひなです。ひなです。メロメロです。ということで今日はハッピークイズ。なんか TikTok でなんかよく流れてきて、面白そうやなと思ったのをちょっとピックアップしまして、はい、歌詞を普通に読むので、何の曲かを当ててください。これね、いいね、難しいよ絶対。だってさ、いいね、普通のさ歌をさ普通に読んでくださいって言ったらめっちゃ難しい。むずむず。歌詞読んでくださいって言ったら、そう、歌っちゃう。そういうことだよね。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないと分かっている。でも正解。そうなの、よく分かったね。スコロード知ってるよ。その場所も分かる。その場所分かんない。サビ前でしょ、サビ前。え、すげえむずいな、これ。面白いじゃん。面白いじゃん。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。ドライフラワー。涙照らす夕日、肩のぬくもり。え、知ってる、絶対聞いたことあるもん。あの日見せた涙、あの日見せた泣き顔、涙照らす夕日。知ってる知ってる知ってる。わかるわかるわかるけど全然出てこない。あの日見せた泣き顔知ってるんだって。嘘、全然ピンとこないんだけど。絶対知ってる。みんなわかりました。え、もなんか違うとこ。有名なやつ。アニメーションではない。歌ってる人女ですか？男だよね。ヒント欲しい。ヒントだから言ったって。何、ヒゲダンとか？うん。じゃあ例えば。あ、待って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 。じゃあ10秒。もう一回もう一回。あの日見せた泣き顔。涙照らす夕日、肩のぬくもり。10。ホムラホムラホムラ。いや全然わかんないわ。はい、答えは瞳を閉じて。あの日見せた泣き顔。いや絶対分からんわそれは。これめっちゃ簡単。君から見た僕はきっとただの友達の友達。君から見た僕は友達の友達。そこだけ？うん。これですぐ分かると思ったの。え？知らんわけないね、絶対。歌い出し。歌い出しなのこれ。うん、この曲知らん。え、絶対知ってる。分からん。なんだろう。友達の友達。そんな歌詞あった？いや、ある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 。ひなちゃん知ってるから。でも出てこない全然。そうだね、それは。ね、菅田将暉とか。え、一フレーズ歌ってもらったらわかる？うん。だって歌は当てるからな。君から見た。早いか遅いか。テンポが。あれ、歌って。じゃあ、あと10秒。あ、バックナンバー。正解。ノー、ノー。それがむずい。何何、バックナンバーで何の曲なの？え、そう、それを答えるんだよね今ね。そう、それを答えるんですよ。バックナンバーなのは分かったのよ。これで、ね、歌い出しですね。これがテンポ。君から見た僕はきっとただの友達の友達の友達。あ、会いたいんだ今すぐそのかどうかは。うん、曲名高根の花子さん。正解。ああ、なるほどね。これは簡単。音を立てて崩れ落ちていく。音を立てて崩れ落ちていく。レンゲ。リサ違い、リサ違い。じゃあ次、
あの頃バイクで飛ばした家までの道、今はルーフからの星を見ながら走ってる。ドリームスカムチュルーの、いや全然分からん。ラブラブラブじゃない、未来予想図すー、正解。そうなんだ。え、次これわかるか。ちぎる噛んで指で触って、あなたとのキス確かめてたら、雨が止んで星がこぼれて、うん、小さな部屋に迷い込んだ。唇噛んで指で触って、あなたとのキス確かめてたら、あ、聞いたことある。ボーイフレンド。行くよ。伝えきれぬ愛しさは花になって街に降って、どこにいても君をここに感じている。え、なんか聞いたことある。これ最終問題です。伝えきれぬ愛しさは花になって街に降って、どこにいても君をここに感じている。はい、歌っていい、歌っていい。伝えきれぬ愛しさは機会がなりたいと思います。ということで、それでは以上、エロメロでした。